こんにちは、スプレアトレナブルちゃんです。このチャンネルようこそ。今日の話はメキシコの文化についての変なこと、なんか外国人がメキシコに行くときになんかびっくりする、なんかなんでってなることね。その1、マイルドソースはマイルドではないってことは、メキシコに行くときになんかマイルドソースって書いても、まあほぼ辛いです、マイルドではない。その2、メキシコ人なぜかわからないけど、食べ物に何でもにレモンをかけること、乗せるかける、例えばアイスクリームとか、まあスイーツとか、フルーツ、ご飯、飲み物、何でもにレモンをかける。その3つ、メキシコ人はまあ時間通りに行かない。まあみんなはそうわけじゃないけど、まあ大体文化としてね、まあ5分遅れても10分遅れても全然まあ失礼なことではありません。まあビジネスとかはちょっとわかんないけど、まあ友達とかにね、会う時とか学校行くとか、大体まあ5分とかめっちゃオンタイム。多分15分までは大丈夫です。そのやつ。トイレはメキシコにいっぱいあります。まあどこにいてもね。でもいつも払わないといけません。日本円だと多分20円、払う時にちょっと紙をくれるけど、本当に少ない紙しかくれないから、みんながバッグとかね、いつもトイレットペーパーを持たないといけない。おかしいよね、おかしいと思う。その後お釣りはない。お釣りがないから、店の人は、あ、お釣りがないよって言うだけ。だからもしどうしても何か買いたかったら、まあ自分で、まあ両替とかするべきです。その6は、みんながね、みんなの前でキスとかハグとかする。ただ外国人から見るとなんか多分多いかなって感じる。なんか誰の前でもする。ありがとうとお願いはよく言う、メキシコ人ね。これでありがとう、これでありがとう、はい、お願いとか、それはいっぱい言っても、いっぱい言ってもなんか、なんて言うんですか、疲れない。その8、メキシコでね、免許証はお金払えばもらえる。メキシコ人は学校に行きません。学校あるけど、まあ行きたい人が行くけど、ほとんどは行かない。なぜなら、まあ、自分の家族か友達か誰か教えてくれる。教えてくれるから、まあ、学校とか行かなくていい。その9、メキシコの家族が多い。本当にでかい。まあ、日本は多分家族はそんなに大きくないんじゃない?でも、メキシコの家族は結構大きい。例えば自分の家族は200人がいる。200人。で、その200人プラス、仲良くめっちゃ仲いい友達も、なんて言うんですか、家族に入ってるって感じ。だから例えばパーティーとかだったら、少なくとも200人がいる。まあ1000人までいかないけど、まあパーティーはね、1000人は友達とかも含めて1000人のパーティーがある。その10、メキシコでは外で酒を飲んじゃいけない。飲んじゃダメ、それは捕まることです。っていうことで、みんなはこのいい動画いいなと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントとかね、質問とかあれば、まあぜひね、コメントのとこにコメントもしてね、ツイッターとかでもコメントしてください。ということで、またアディオスアミゴス。